半間家の本家の半間岩尾先生です。今年最後のですね、天皇陛下の交代ですね、頑張ってらっしゃるんでね、だいぶ年上で先輩でね、私の父ぐらいの年の差ですね。でね、まあ私の方、父の方は交代しておりますけど、私の方にね、半間家の本家の王様として、前王子でだったんですけどね、私はね、半間家の、王様になっちゃいましたけれども、まあ頑張ってらっしゃるんでね、一回天皇陛下のね、皇居の方の方にですね、だいぶ前に部長、一番偉い部長さんね、に電話したこと、長く電話してたこと、したことありましたけどね。責任者ね、天皇陛下の担当する責任者、一番の責任者、部長とね、長く電話したことあるんですけれども、私、本家としてですね、天皇陛下のとの、別のね、つながりということでね、電話でね、長く話したことありましてね。で、私のとはね、ハイテクでね、私の方の、まあ、ハイテクで、まあ、私はに、皆さんが知ってるのでは、清少納言とかね、太った、金持ちというのはね、私が直、作ったものなんですね。私が命じてね。で、太ってるのも、その時は、その時代は、食べ物があまり、ね、痩せてるガリガリした人が多かったんで、太った人っていうのは栄養がいいということで、ね、まあ、それも美人ということでいいんじゃないかということで、私が決めたんですね。了解して作ったんですね。100%ですね、私がね、作った。本物の私の半間家の貴族、私がね、作ったんです。で、あと、日本にある大きい会社はね、私、JBCC ホールディングスという会社ね、資本金50億円の会社、これがあります。JBCC グループですね。これ私が作ったんですね。昔の名前は日本ビジネスコンピューターというふうにね、ちょっと変わった呼び方です。コンピューターにターッと伸ばすのは、私が作った名前なんだけど、大昔にね。2回目の母が来るときね、再婚するときにね、命名してね、2回目の、防衛庁技術研究所の所長やってた、閣僚やってたね、2回目のおじいさんの日経電機から作ってね、もう1個ね。で、現在っていうか、私が大学生入った時に両方とも上場したんで、日本ビジネスコンピューターって私が名前をね、命じて作らせた会社ね、日経電機を合併しまして、それでグループ化したんですね、私がね。で、谷口と閣僚、2回目の母のお父さんね、やってた防衛庁技術研究所の社長のね、が日経電機っていう会社を建てたんですね、最初に、初めに。それからは私が多くしたということですね、会社をね。
大きい会社は今立ってるね、会社では大きいですね。ソーテックって会社、私が作った会社ありますけども、あれはごちゃごちゃ音響の方に合弁したりしましてね、私が欧米総一にね、個人社の社長の息子ね、お父さん時代の時に電話で直接話してね、まあ具体的には頭で話してるんですけども、仕事のついでにね、自動車電話から携帯電話というか自動車電話ですか、から来て、私が電話を受けて、まあが動かさないで、彼次第やらせたら何かやるよということでね、ちょうど私がシグケンという会社を追い出されてきたんで、身分とかね、ちょっと動きが大変になった時があったんで、社会的にね、出ないといけないということになってしまったんで、その時にね、欧米に社長をやらして、会社名は任してね、で、ソーテクって会社を欧米に社長をやらせたんですよね。会社名は、飼育員だった時に、僕とか他の人、ね、飼育員の社員が確認してね、まあこれでいいだろうということで、ソーテクって会社して。で、資本金138億円ぐらいまでなったんですけどね、経営がちょっと欧米がちょっとやばくしちゃって、音響に合弁しちゃったんですね。で、あと私役所の経営もしてまして、私の本家のおじいさんの方